クター伊藤のデンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日私はコスタメサにありますザ・ロフトデンタルスタジオにやってきました。ご紹介しましょう。伊藤浩一先生です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ恒例の私のインビザライン、はい、いかがですか。6セット目なんですよ今。今ね、はい、変わってきましたね。そうですね、見た目。俊海さんいつもラジオの放送の時つけてらっしゃるんですか。つけてますよ。わかんないですよ今も。だってもう普通にこうつけてしまってます。今もつけてますよね確かに。はい、はい、いやでも本当そうですよね、うん、ちょっとやっぱり時代がわかりますね、うん、はい、いよいよ来たかなと。なるほど。いう感じになって、まあ俊海さんこういうのを言うのもなんなんですか、はい、まだ先は長いですからはい、まだまだ、はいはい、これからでも楽しみが持続するっていうのはいいですねそういう言い方もできますね。いや本当に確かに、はい、はい。さて今日なんですが、はい、私も個人的に気になっていることがあって、自分で歯のケアをしていく際に当然歯ブラシそしてフロス、これってのはもう使っていくものだと思うんですけど、はい、それ以外に手に入るなんて言うんでしょう、清掃補助器具みたいなのってあると思うんですよ、はい、いろいろね、うん、あります確かに、はい、で手っ取り早いのはやっぱり、はい、私も使っているソニケアという歯ブラシですね、はいはい、私も使っておりますソニケア、はいはい、これはやっぱりいいかなというふうには思ってるんですが、はい、その他にもね、いろんなそのテクノロジーが入った器具っていうのがあるんです。例えばですね、はい、電解が生じるような歯ブラシがあるんですね。へえ。どういうことかと言いますと、うん、バクテリアっていうのは必ずプラスかマイナスの電解が生じてるんです、あるんです、はい、それを吸い付けるような例えば、うん、マイナスの電解があるバクテリアっていうのは、はい、ポジティブのプラスの電解のついたこう歯ブラシで引き寄せられるんですね。そういう歯ブラシもあるんです。これ私使ったことないんですけれども、うん、私の仲間うちの歯医者さんですけどもね、はい、結構いいんだよって言ってるのを、まあ、耳にしたことはあるので。ちなみにそれは一般的に普通に手に入るものなんですか。一般的には入らないです。ああ、なるほど。やっぱり我々が入れて患者さんにっていうことなので、はい、もし今の話を聞いていや興味があるっていうような方はですね、TGS まで言っていただければ、ね、はい、私の方でもう少し情報をですね個人的にお出ししますので、はい、そうですね。まあいろんなものがあります。それからですね、うん、ウォーターピックっていうやつですね。はい、はい、簡単に言うと、うん、まあ、高性能水鉄砲みたいな感じの。そうですよね。はい。はい。シュッとこう、水の水圧で、はい、歯と歯の間に詰まっているようなものをこう、かき出すようなものですね。すいません。なんか僕がすごくネガティブな言い方になってしまうかもしれないんですけど、ええ、歯ブラシとフロスでカバーできるんじゃないかなと、ふと思うんですけど。全くその通りなんです。はい、実はこういうものっていうのは必ず比較のね、うん、テストを歯学部生がやるんです必ず。あ、で歯ブラシを使った場合、はい、ウォーターピックだけを使った場合、うん、はい、フロスだけを使った場合、うん、で今度コンビネーションですよね、うんうんうん、でいろいろやって、結論から言うと、うん、まあ、ウォーターピック使いたい人はどうぞ使ってください、うん、はい、矯正装置なんかでブラケットがついているような人には非常にいいです。周りについたものを歯ブラシだけで落とすのはものすごく時間がかかりますが、はい、ウォーターピックでさーっとこう、うん、きれいにした上で歯ブラシを使ってもらうとより効果的だと思います。そうか、そういう使い方。そうですね。でもやっぱり歯ブラシ、フロスっていうこの組み合わせ。もうこれは基本です。です。はい、歯ブラシとフロス、うん、フロスだけでもダメですし、はい、歯ブラシだけでもダメですし、もう前からね言ってらっしゃいますけど、ね、私も感じていることですけど、歯ブラシプラスフロス、これってもう本当に大基本のセットであって、はい、これを続けていくのが一番、そうですね、家でやるケアとしてはいいと、はい、いうことですね。ぜひぜひよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。後半はリスナーさんからいただいた質問にお答えしていきたいと思います。今日はラジオネーム欲しがりません勝間でおさんからいただきました。はい、なんか願をかけてらっしゃるかもしれないですね、はい、いきます。先日
家に歯医者さんのチラシが入っていたので、その歯医者さんに行ってみました。そこでレントゲンを取ることになりました。これまでのドクターはレントゲンの際、放射線をカバーする板を体の前方のみに装着して撮影していました。しかし、この新しいドクターは体の前後左右にカバーを装着して、加えて黒いメガネをかけさせられて、目を閉じるように指示がありました。レントゲンの放射線ってそんなに強いんですか？今後レントゲンを取る機会もありますので心配ですと。まず書かれていますので、じゃあここから。はい。まずあの結論から先言いましょうね。はいはい、心配させるとあれなので。放射線っていうのはもうごくごく微量なので、うんうん、特に歯医者さんがデジタルのね、うんはい、コンピューターを使って撮るような、うちにもあるようなやつですけれども、はい、そういったレントゲンを使っている場合は、うん、ものすごく放射線の被曝量っていうのは抑えられてます。うん、通常のレントゲンの、まあ、大体5分の1から、まあうん、あの場合によっては10分の1近いんですね。うん、ですから、そういった意味では、はい、ほとんど放射線っていうのは気になさらないでいいです。うん18枚の全部のレントゲンを撮った際に起きるデジタルでの被曝量というのはですね、お外をですね、まあ2時間ぐらい散歩した時に太陽光線に混じってくる放射線、この量に匹敵するというふうに言われています。そうなんですか。従来のフィルムを使ったレントゲンを撮られた場合、18枚撮るとですね、だいたい1日ビーチでこう過ごしたぐらいの被曝量というふうに言われてますので、ほとんど気にすることはないです。で、表と裏にエプロンをする。はい、で、このエプロンにはですね、はい、鉛が入ってるんです。はあはい、重いですよね、あれね、はい。で、鉛っていうのは放射線をカットしてくれますので、はい、それで我々使うんです、はい。で、表と裏と使う場合はですね、パノラマレントゲンって言いまして、親知らずとかを抜く、あるいはインプラントの治療をするときに、はい、機械のところでぐーっと360度ですね、顔の周りをぐーっと回るやつ、はいはい、それを取るときに必要なんです、表と裏。なるほど。で、これは裏を読む、はい、ことを言わせていただくとですね、はい、考えられるのが、うん、そこの取られた歯医者さんが、はい、パノラマレントゲンも取る、はい、通常のデンタルも取る、はい、でエプロンは一つしかない。ああ大は小を兼ねる的な意味合いで、うんうんはい、両方のものをかけられたんではないかというふうに思います。なるほどね。はい、それからメガネ。メガネをする理由はですね、やっぱり歯を削ったりするときに、うん、こういろんなその粉が飛んだりとかしますので、うんうん、それをプロテクトするという意味では、メガネをかけてもらって。はい。さあ、そしてね、実は、欲しがりません、勝間ではさん。もう一つ、質問が入っているので、これは次回、はい、もう一回お答えいただきたいと思います。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。